ハンガリー、ブダペストのユースホステルの客室ホテルの客室京都の旅館の客室日本のカプセルホテルポーランドの山小屋の客室宿泊施設とは宿泊するための施設、泊まるための施設であり、眠る部屋やシングルを貸す施設である。世界には様々な宿泊施設がある。例えば、世界全般のユースホステル、ホテル、イギリスなどの飲飲、米国のモーテル、スペインや、 イスパのアメリカのホースタルホスタル、中国の支店、日本の旅館などである。山で登山者に寝る場所や寝具を貸している山小屋も宿泊施設の一種である。なお施設によっては人間と行動を共にするペットや盲導犬等も宿泊できる場合がある。なお2010年代、スマホの普及とともに、エビンビーなどのアプリによって世界的に民泊の広報、情報検索、 予約が簡単にできるようになり、利用者が増加したため、それ以前からあった宿泊施設を利用する人の割合がいくらか減少してきている。ヨーロッパの地域によっては、比較的安価なホテルでは、利用客が数十パーセント程度減少してきているところもある。国ごとに宿泊施設に関わる法規が異なる。日本標準産業分類の事業区分では、大分類 M、飲食店。 宿泊業としてくくられており、宿泊業のもとに、旅館業やホテル業、その他の宿泊施設が分類されている。営業に関する法規、編集日本においては、宿泊施設に関わる法規は、基本的には、旅館業法であるが、仮眠施設については、他の法律が扱っており、扱いが異なっている。旅館業法の第2条では、旅館業を規定しており、 施設の構造や設備によって、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業に分類しており、それぞれの営業の定義は次のようになっている。なお、同法では、宿泊とは寝具を使用して、蒸気確保の施設を利用することを言う、としている。法律の定義以外にも、施設の収容人数、目的等によって様々な形態がある。 なお、寝具を使用しない、仮眠等の設備を備えた施設は、各種営業法や法で定める構造上の政権が異なり、旅館業法の第2条に規定された、旅館業ではない。宿泊約官、編集宿泊約官は、普通取引約官の一つで、宿泊施設と利用者との間で取り交わすもので、営業時間や料金の支払い、暴力団関係者の宿泊拒否に関する、 事項等が定められている。約款の策定は、法定事項ではなく任意のものであるが、国土交通省が雛形である、モデル宿泊約款を作成しているため、全国の宿泊施設でほぼ均一の内容となっている。各宿泊施設が策定した約款は、観光庁に届け出ることとされている。施設の種類、編集日本においては次の種類が挙げられる。 宿泊施設を併設しているところなど、編集宿泊施設と同様の目的に利用可能な施設、編集宿泊施設と同様の設備を備える、交通機関、編集また、蒸気以外にも、航路、船会社によって異なる設備を持つ場合がある。短距離の航路では二等以外全くない場合もある。宿泊施設と同様の設備を備える施設など、編集その他の形態。 編集スペインでは宿泊業の営業には観光登録が必要である。宿泊施設は衛生基準、避難経路、部屋数、部屋設備等の規定、建築基準、防火基準、都市計画の基準を満たすものでなければならない。イタリアでは宿泊業の営業には自治体への届出が必要である。宿泊施設は部屋数、バスルーム、朝食用スペースの規定、防火や 都市計画の規定を満たすものでなければならない。オーストラリアでは各州法に基づく事業許可等が必要である。宿泊施設は構造や防火要件の規定を満たすものでなければならず、自治体で立地規制がある場合には許可が必要である。カナダでは宿泊業の営業には一般ビジネスとして事業登録、ライセンス等が必要である。宿泊施設には建築、 防火の規制があり、立地もホテル等を建設可能区画の限定がある。ありがとうございます。